Thank you.
楽しいね。どうやってんだろうこれ。あ、これテープか。表面テープ。あ、ここだ、ここだ。ん、こんなの。あ、こうだ。だから、はいはいはい、じゃあこうやってやって、もう剥がせない。いいよ、いいよ。回した、はい、はい、出来上がり、はい、はい、これをつけないと取れないんだよね、高カートみたいな、うんうん、これでいいのかな。じゃあリフトの往復乗車券も見せて、はい、リフトの往復乗車券です、はい、リフトの往復 と、カート、カートは、うん、両方乗れるセット券です。セット券、はい、で、ね、あ、これもくれました、うん、やがき、うん、カートの病状のチューブ、うん、以上です、はい、これは使えませんでした。割引券は使えませんでした、うん、じゃんじゃん。
これに乗って上から降りてきます。大丈夫かな？心配。なんか昔さ、マダラオでさ、やったね、なんかこんないいのじゃないけどやったよね。昔だからな。おお、どんどん降りてきてる。下ってる下ってる。すごいスピードだよ。だから初級コースと上級コースがある。こっちが上級コースなんだけど、私初級コースだな。すごい。お、上手だ。いやいや、早い早い。子供だな。子供でも上級コース。上手だね。結構な距離あるよね。カートを乗ってる時に撮影してはいけないそうです。ほらほら、私もこっちチームだな。スピード出しすぎないように、ごめんに、ほら、うん、コブじゃなくて、なんていうの、うんうん、ちょっとブレーキがね、ゴムでできてるような。なるほどね。あ、でも上級の方だってほらこんな感じで、ゆっくりでした、ゆっくりなんで、うん、あ、待って、調節できるのかな、速さの。待てよ、これ初級か。あ、こっちは初級なんだ。ここに来てどうなるのかな。おお、上手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 。これはなかなか楽しい。これだけの距離だから、まあ多少セット券で4,100円、まあしょうがないって感じかな。まあ、だからこれだけだと1,600円。降りれるかしら。こっちにもなんか食べるとこある。本当だ。なんか下のレストランで買ったやつを上に持ってきて食べられますとか書いてあったよ。ああ、じゃあ
テイクアウトとかあったら、上ってあっちのテラスの方のことかしら。はい、ブレーキを離すと重みで前に出ます。なって結構急に来ますよね。スピードが出てる時危ないので、乗ったら取れないからね。ちょっとゆっくりノロノロしてみてください。そうですね。で、あとは右左で曲がります。はい、あとハンドル最後にゆっくり行ってください。どうでした？面白かった。面白かった。途中ね、スピードまでいったらほら、最後に来るとゴールのところ。上がってもさ、雲で何も見えなかったりして。え、なんかあれすごい一個だけ違うのがある。本当だ。何あれ、あれ何、立って乗るやつ。何用なんだろう、ね、なんか立って乗れそうじゃない。立って乗るんだろうけど何用なんだろうね。撮られてるのも撮っちゃった。あれ何だったんだろうね、さっきのね。補修だ、なんか。なんだろうね。座れない人よ、車椅子よとか。ああ。なんかあんのかもしれないな。ああ。なんだろうな。分かんない。何本に一回一本一台かなんかあるのかな。いやー、あれ初めて見たな。うん。なんか。車椅子まずついてる、ほら。あー、ほんとだ。なるほど。そういうことか。多目的。なんちゃら。そういう障害者向けの。うん。車椅子乗れるんだよ、これ。へー。混んでる、ほら。Thank you.
白いフランスパンの上にソフトクリームです。私はソフトクリーム。ここね、泊まることもできるんだよ。
Thank you.